狼になったマル。お父さんが出勤した。その後、玄関の前でずっと待っているマル。マルは誰を待っているのでしょうか。この後ずっとここに座ったまま、ただただ待っている丸。1時間後、狼丸に変身。まる、まる、狼まる、このあと少し遊んであげたら玄関の前にまた座ってしまいました。お父さん待ってるの、マル。お父さん待ってるの。お父さん今日は当直で帰ってこないよ。その後もベランダから外を覗きに行くマルでした。最後まで見ていただきありがとうございました。